はい、どうもアラキウタです。今日はですね、イベントの告知をします。ええー、10月19日にネイキッドロフトさんにて評論家編集者の中俣明夫さんとおまあおしゃべりをするというわけですね。ええー、中俣さんは新刊 失われれた文文学をを求めてて芸辞表編をまあ出されていてでも、ね、ご存知かどうかは知りませんが、まあ、私も新刊を出したんでね、えー、有島滝をですねダブル新刊ってことでの時期としてもいいし、えー、文学についておしゃべりできたらいいんじゃないかみたいなまあそんな感じでまあ企画されているというわけですね、まあ、タイトルがすごくって、えー、中俣明夫荒木裕太新著観光記念トーク 愛と政治と,文化ととと文いうねどういうことなのか <laughs> まあまあまあ、あのど、どんなおしゃべりにも対応できるようなふわっとしたあの単語が並んでいてですね。まあ、あの、よく考えたなと思いますが。まあでもまあ。 とはいえ全く適当まあ愛っていうのは有島竹のキーワードですしまあこんな本の中でも「惜しみなく愛は和」を論じる中でまあ,あのいろんな議論っていうものを、まあ、あの展開しているので、まあ、ぴったりだろうと思いますし、まあ、政治と文学の問題に関してもこの本の中ではまあ文学者たちが、まあ、政治に対してまあ 距離があって、えー、それをちゃんと文学に昇華させないんじゃないかみたいなそういうあの不満みたいなものも、まあ、展開されているので、まあ、そういう意味ではまあ適当でであったかなと思えるわけですねおそらく現代文学に関して、まあ、ありやこりえ、まあ、お話しすると思うんですけどもまあ私はあんまり現代文学には詳しくないと言いますか。基本的には もう死んだ作家にしか関心がない男なので、まあ、現代文学どうでもいいかなとか、まあ日々思っているわけですが、しかし、書評詞に読書人っていうところがあってですね、えー、そこの文芸辞表を今担当している最中なんですよね。まあですんで、月刊の文芸誌はまあ大体目を通しているので、 えー、昔よりはあのー、その現代文学の話題についていけるかなと中田さんは文芸評論家としてもまあ有名なわけですけども、まあ、初めにね私が出会ったのは編集者として出会っていて、まあ、彼がやっているマガジン校っていうところがあって、まあ、お記事の執筆の依頼をされたっていうのが、えー、その始まりで、まあ、そもそも私が原稿料っていうものをもらったのがまあマガジン校からだったわけですね。まあ、そういういい意味ではある程度古い 絵になっているわけですけども、他方、まあな長嶋さんと二人でまああのガッツリ話すっていうこともあんまりなかったので、ていうかまあなかったので、まあそういう意味では稀有なイベントになるのかなとかまあ思ってますね。はい。小説を主に取り扱っているわけですけども、まあ評論とかあ評みたいなあジャンルに分けられるようなものもまあ論じていてですね。まあ例えばあレベッカソルニーっていうのウォークスだとか佐々木アトシ小山アトシ あと、三浦正し、孤独の発明。マーク・フィッシャー、資本主義リアリズム。加藤紀りまあ最近死んじゃいましたけども、まあその遺作であるところの大きな字で書くこと。なんかもまあ論じられているというわけですね。で、まあ分断的な次元としては、 まあ、美しい顔問題とかあったわけですよね。まあ、皆さんご存知かどうか知りませんけども、北条祐子さんって人がいてですね、みたいな。まあ、そういうところが始まって、まあ、新朝45が休館してうんぬんみたいな、小川栄太郎さんっていう人がいてですね、みたいな。まあ、そういう話があってですね。まあ、そういう最前線の文学的事件に、まあ、体当たりでぶつかっているっていう本なので、まあ、私も、 全力を出してね、あの対話に臨んでいけたらいいのかなとか思ってますよね。イベントは基本的にはネット中継、ネット配信になっているんですけども、東京のお近くにお住まいの方は会場にもいらっしゃることができます。少人数制で、えー、まコロナの感染をまああの予防しつつ、えー、ま楽しめるような感じになっているはずなので、えー、もしご関心がある方はまあぜひいらっしゃってください。というわけで。 10月19日、皆さんのご参加を待ってますよ。こんな時代なんでね、ネイキッドロフトさんもなかなか経営的に大変な感じが伝わってきているのでね、あ,のあんまりお客さんがいないっていうのも、ちょっとかわいそうっていうか、ちょっと申し訳ないかなみたいなことも感じたりするので、まず、あ、参加してほしいなと思ってますね。はい、10月19日です、はい。待ってるよー。